はい、どうも、ウヨジンです。本日の Vlog でございます。今日はですね、午前中髪の毛を切りに行きまして、ちょっとさっぱりしました。いつもね、1000円カットに行ってて、で、まあ、1000円カットなので、切ってもらう人がね、ランダムなんですよね。もうその時空いてる人に切ってもらうっていう感じで、いつもちょっとガチャ状態でいい人に当たるかどうかみたいな感じなんですけど、今日はね、お気に入りのお姉さんが切ってくれたのでね、いい感じに、個人的にはいいなと思う感じに仕上がってよかったです。はい。で、今日は、おとつ言ってたやつですね。ヘジさんのこちら届いたので、これをね、サクッとちょっと開封したいと思います。ビキニですね。ビキニが6枚入ってます。あ、学習したのでちゃんと段ボール買ったね。用意してますよ、今回は。うん。お、早速、ちょっとノベルティがね、パッと見えたんで。じゃーんと、まず、スマホケースですね。僕ね、こういうやつ持ってなかったんで、これはいいですね。活躍しそうですね。うん。今年ね、まあ海に行く機会がまたありそうなので、その時とかにこう持っていくとすごくいいかなと思います。こんな感じになってますね。これね、使ったことないからな。オープン？どうすんのこれ？オープン。ああ、こういうことか。ここがこう、こうしたらいい？ここを、ここですね。ここパチッと開いたら、あ、こう開くんですね。で、ここにスマホを入れると。これでも何インチぐらいまで入るんですかね？ iPhone の Pro Max とかそれぐらいまで入るんですかね？中には、中には、こんな感じで説明書が入ってました。エッチ。こっちもエッチ。うん。ちょっと一回僕のスマホ、Find X3 Pro。こちら。Find X3 Pro。これがちょっと入るかやってみます。今ケースつけたままなんですけど。あ。全然余裕ですね。入りますね。うん。あ、うん。操作もできますね、このまま。こんな感じで。あー、でも、あれか。横、サイドのボタンがこれ、配置押せるか。あ、一応なんとかこうやって、押せるは押せますね。で、このまま画面内指紋認証できるのかな？あ、開いた。あ、開いてない。あかんか。無理なんか。さすがに無理か。顔がね、こうやってできるときはもう顔認証できるんですけど、指紋認証は無理かもしれないですね。まあ、なので、これつけるときはね、認証のロックね、オフにしておくと便利に使えるかもしれないですね。うん、いいっすね。あー、でもね、これ、しゃあないんですけどね。これロゴがね、ちょっとね、カメラと被っちゃいますね。下のカメラ。下これ何やろうな。広角かな。どれかしらのカメラがちょっと被っちゃってますね。iPhone とかも文字に被っちゃうかもしれません。まぁ、ちょっとこう、クッて上げたら使えるんですけどね。なんか水中でね、撮るときとかは気をつけないと文字が被っちゃうかもしれないです。まぁ、でもね、せっかくね、エッジのグッズなんでちゃんとこうやってエッジって入ってるのはいいですね。うん。これはちょっと、活用していきたいですね。そっか、これちょっとストラップもつけてみましょうか。ギュッと締めると。これね、防水どんなもんなんすかね。こうやってギュッてロックしてたら、ちゃんと防水してくれるもんなんすかね。全く入ってこないんすかね。まあ、そもそもがね、これ、この携帯自体はまあ防水の携帯なんで、毎日ちょっと水入っちゃっても大丈夫は大丈夫なんですけど、あんまりね、ジャブジャブつけるのは、やっぱり抵抗がね、あったりしますよね。
トラックをちょっと読みましょうか。あ、これもね、ちゃんとエッジっていう、ライブライフオンザエッジって入ってますね。これを、ここにつけたらいいのかな？もう一個なんか入ってるの？これ、なんなんやろうな。なんかね、こんなんも入ってるんですよね。これは何に使うものなのか。あー、これは、ちょっと短めの、パッと使える、パッと使えるってどういうことや。ストラップですね。じゃあさっきこのちっちゃいのつけてみようか。長さが違うんで、そこの使い勝手の問題ですかね。ここにこう、カチャッと入れて、こんな感じですね。これで、首からかけると。よいしょ。うん。あ、いいっすね。こうして、あ、そっか。これ、こういじりたかったら、こっち頭にしないといけないですね。僕今逆になっちゃってるんで、これだとちょっと使いづらいですね。なるほど。あ、でもまあこれいいっすね。こうやって、こうパッと、ね、パッと使える。で、こうやって、ね、写真もこうやってパッ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 って撮れるし、うん。なかなかいいんじゃないでしょうか。もう一個の、ストラップをつけると、これが、よいしょ。こっちですね。これは、長さが調整できるんですね。あ、こっち、こんな感じか。うん。で、よいしょ。反対。こう。こんな感じか。うん。デフォルトだとこれぐらいの。かなり長いですね。余裕を持ってかけれるっていう。どうなる？こう、ショルダー的にしたりとかっていうことなんですかね。そのためのこの長さなんですかね。これで使う人おらんか。うん。でも単純に、ね、普通に、何やろ、こういうスマホの、なんかストラップとして使えるくていいかなとも思ったりしますね。うん。これ、マックスにすると、まあね、せっかくだったらおしゃれなストラップで使いたいっていう人は、こっちで使うといいのかなと思いますね。一番短くしてみましょうか。多分これで、あ、ちゃうわ。こうしたら長くなるんか。いっか。じゃあ一回ちょっと一番長くしてみますね。マックスだと、めちゃくちゃ長い。このまたぐらいまで来ますね。だいぶ長いですね。これはちょっとさすがに鬱陶しいですね。これも肩にかけても、ちょっと長いですね。で、マックスまで短くしてみようか。これを、どうしたらいいの？どうしたらいいのかな？あれ？ちょっと待って、わからなくなった。あれ？どうしたら短くなるんや？あれ？どういうことや？これを、ん？こっちを、これで、あ、そっか、ここが、あ、こうなったらいいのかな？あ、いけた。
さっきどうなったやろ、なんであんなことになってしまったの。よいしょ、こうか、こうで、あれこれまたなんか、どうなってんのこれ。あ、でここ引っ張ったらいいんか。こんなことで手戻ってたらね。あ、いけた。一番短くて、こんな感じ。短いとちょっとね、頭通すの大変ですね。大変やけど、長さはちょうどいいかもしれないですね。これぐらい短い方が。うん。うん。いいんじゃないですか？はい。ということで、とりあえず、このスマホケースのご紹介でした。じゃあ、これもコマつけときましょうか。ポパンティの方ですね。今回買ったのが、ジャパンスーパーローライズビキニっていうのと、テンスアニバーサリースタースーパーローライズビキニですね。それぞれ2860円ですね。まず、じゃあ、ジャパンの方から行きましょうか。これか。これな。これですね。はい。今回は3色出ました。このシリーズね、ずっと、もういろんなカラーが出てて、もう何色目なんですかね。もう、本当に数えきれないぐらい、色がね、出てるんで、僕もそれも全部毎回買ってるんで、で、最初の頃はね、これも即売り切れみたいな感じだったんですけど、今回はね、しばらく経っても在庫がまだあったので、まあ、ある程度ちょっと、売れる、その勢いっていうのはちょっと落ち着いてきたのかなって感じですね。じゃあ、一個だけ開けましょうか。やっぱね、白がいいですよね。はい、こんな感じです。なんか、こう、鏡板っぽい感じのデザインですね。まあ、鏡板をちょっとイメージされてるみたいですね。いいですね。かっこいいと思います。はい。生地はね、いつものやつですね。定番の生地ですね。やっぱこの生地いいですよね。すっごい伸びるし、履き心地がめちゃくちゃいいんですよね。で、この光沢感もね、綺麗で。いいですよね。なんか、なんやろ。こういう感じの、これまあね、水着じゃなくて普通のビキニなんですけど、下着ね、アンダーウェアとして履く用のビキニなんですけど、なんやろ。その紐がついてるだけで、これとも全く素材同じみたいなものを、水着として売られてたりするんで、僕はもう気にせずこれでも、水着として、もう形ね、見た目も水着っぽいから、水着として履いたりとかするんですよ。で、ね、ちょっとゲイの人が集まりやすいプールとかあったりするじゃないですか。そういうところでもこういうの履いたりとか。まあ、スタッフさんにね、注意されない程度に大丈夫そうなもので、ちゃんと押さえて履くっていう感じにしてますね。はい。で、次が、テンスアニバーサリースターローライズビキニですね。こんな感じですね。カモフラージュと、白と青の3色ですね。ちょっとカモフラージュ分かりにくいんですけど、カモフラージュの中にちっちゃく、星がね、ちっちゃくっていうか、黒で星がバーって入ってる感じですね。さりげないく星が入ってるっていう感じですね。じゃあこれ青をちょっと開けてみようかな。10周年って、エッジ10周年ってことなんですかね。
こんな感じですね。これ多分僕星柄のやつ他に持ってたんじゃないかな。多分普通の星のやつは持ってるんですよね。それもこれ10って入ってたかな。あ、じゃあ10は入ってないか。10周年がこれ10って入ってるんですよね、ここに。だから多分ただの星柄で、多分エッジとかって入ってたんですかね。のやつは持ってますね、裏が。エッジジャパン。うん。かわいいですね。これも、なんか普通に、まあ水着として履く。まあ、海とかでね、これ1枚とかっていうのは別にいいんじゃないかなと思うんで。そういうとこでも履けるかなっていう。かわいいですね。もうね、本当にずっと見てられますね。これもあのさっきと同じ素材、いつものやつですね。めっちゃ可愛い。いや、この後ろのロゴ、こうでっかく書いてるのめっちゃ可愛いですね。エッジジャパン。まあ、そんな感じですね。はい。まあ、あの、履いたりとかっていうのは、また、別の動画でやろうかなと思います。今日はそんな感じですかね。はい。まあこんな感じでね、たまに週に2、3回は紹介できるかなと思います。まあそのね、何が発売されるかにもよるんですけどね、エッジさんの商品全部買ってるわけではないので、自分がいいなと思ったのが出た時だけ買ってるので、で、そういうね、いい商品が続いた時っていうのは本当に週に2回。エッジさんってあの、火曜と金曜に、あの、新商品がね、発売されるので、そのタイミングで購入して、っていう風にしてるんですけど、まあね、火曜と金曜どっちもいいなと思うのが出たら両方買うし、で、金曜は、あの、G-3 さんもね、あの、毎週新商品出るので、そのタイミングでもね、買ったりするので、まあ、それが3つ重なると、週に3回こうやって開封する機会ができたりするので、まあ、こうやってね、商品が来た時は、毎回、開封をお見せできるかなと思います。まあ、なんかね、今ぐらいの紹介でも別に、いいよって言ってくれる人もいるとは思うんですけど、せっかくね、なので、ちゃんと紹介したいときは紹介したいので、これサムネ用に全部持ちたいけど持てるかな。どう持とうかな。あー、そっか、こうしたらいいか。これをこうして、こうかな。わかりづらいな。こっちがいまいちやな、なんか。あ、じゃあこっちか。こっちをもうちょっと広げた方がいいんか。なんかね、こんな動画止めてからやれよって話なんですけど。せっかくなんでね、こう、制作過程っていうのも見せたらいいかなと思って。あ、こうでいいかな。こうやったら、もうなんで反対に持ったんやろな。上に持ったらよかったな。これを、グラグラですね。こうやな。こうして、こう持てばいいか。こうと、これで上下で持ったらいいのかな。よいしょ。よいしょ。これでどうや。パッケージよりやっぱ結局、あの、開いてるやつの方がいいんかな。パッケージ分かりにくいですよね。頑張って撮ったけど、多分これサムネには使わへんな。はい。以上ですかね。とりあえずこんな感じで、今日はエッジさんのアンダーウェアを開封させていただきました。で、そう。ヒーローカラーズの、ま、ずーっと言ってるやつね。あれはちゃんとあの、この間に言った日に撮影したので、で、今さ、編集を、まあ、今日もちょっと進めて、早かったら明日とかにもしかしたらあげれるかもしれないですね。で、明日あげれなかったら、ちょっとね、あの、しばらく家を
離れるので、週明けぐらいまでちょっとね、家離れちゃうので、明日あげれなかったらしばらく先になっちゃうかなっていう感じですね。なのでちょっと頑張ってね、明日あげたいですね。はい。なんかね、このこっちのチャンネルもね、ちょこちょこ登録してくださる方が増えてきて、なんかね、まあこういうゆるいのも、まあ楽しんでいただける方がね、ちらほらいるっていうのは非常にありがたいことですね。はい。まあなんかじわじわと見てくれる人が増えてきたらいいかなっていう感じで、このチャンネルはやっていこうと思ってますので、まあ引き続きね、このゆるい感じを楽しんでいただけたらと思います。はい。それでは今日もご視聴ありがとうございました。